こちら。ザ・ドドのドリーマードリーマーよろしくお願いします。イエ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 イ、ありがとうございました。さあ、ということで今日も、1時間北千住、CM スタジオからお届けするザ・ドドのドリーマードリーマー、ザ・ドドギターボーカルの菊池翔とラッキーボーカルちゃんです。よろしくお願いします。さあ、ということで始まりましたよ。はい、この番組はですね、夢を持つ者、夢を追う者がお届けするスペシャルドリーミングなネットラジオでございます。毎回素敵な夢を持つゲストを招き、1時間生放送で楽しくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、はい、動画配信もやっております。はい、動画配信は YouTube ライブ、ペリスコープ、ショールーム で、コメントの方は、はい、YouTube ライブの方で、 YouTube ライブで、はい、見ておりますので、どしどしコメントください。はい、よろしくお願いします。はい、そして番組の途中でも お便りを、募集しております。ゲストへの応援メッセージなどね、こちらまでお願いします。宛先は千住アットマークcweb.jp、 senju アットマーク cweb.jp です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで、はい、まあ、月に1回の、まあ、フリートークの時間なんですけども、どこ吐きたい、まあ、1年に1回ぐらいあるんだよね、なんもない。本当に、あれ1年前だったっけ、それ。多分1年ぐらい前、いや、マジでね、特に平和な1ヶ月を過ごさせていただきました。お、特に何かこう起こってるとか、何かこう、結構世の中はいろいろ荒れてますけども。荒れてますか。え、コロナとか、まあ、台風も来てるじゃないですか。はいはいはい。だけど特にないですね。ああ、結構幸せな、いろいろ考えてみたんだけどね、本当になくて、何話そうかなと思ったんだけど、あのね、まあ、一つあるね、文句があるとすれば、あの、いや、本当にこれは別に大したことじゃないんだけど、うん、あの、学校の授業ってなんであんなつまんないの？あの、すごい根本的な、いや、すごく最近思うんだけど、え、これ、ね、え、学校の授業最近受けたってこと？いや、違くて、勉強コンプレックスっていうか、多分この番組を見てる方もいらっしゃると思うんだけど、とにかく勉強が嫌いだと、はいはいはい、ね、あの、机に向かっていろいろ書いたり覚えたりするのが嫌だと、うんうんうん、俺も典型的な勉強コンプレックスで、もう全然勉強できなかったし、もう嫌だったし、もう計算ドリルとかも、計算ドリルとかやってました？漢字ドリルとか。いや、小学校ぐらいじゃない？でしょ、うん、あ、その小学校のさ、計算ドリルとか漢字ドリルってコンプリートしたことある？いや、多分ないと思う。あ、ない？あ、でも小学校、中学校1年生までは優秀だったから、うんうん、やってた、やってたわ。じゃあそっち側の人間だ。そうだね。そう、俺はもう一度もコンプリートしたことない。生粋の、生粋の嫌なタイプなんだ、勉強が。で、もう、あれって、なんかもう小学校の時にもう発想が頭悪かったから、計算ドリルとかはもう答えを適当に書いていた、うんうんうん、で、あの適当に書いて計算はせずに、うん、とりあえず書いてみた。ドリルとは、うん、そうそうそう、でガーッてやって全部間違えてやり直しっていうのを食らうっていうぐらい嫌だったんだけど、うん、でもなんか、いや、俺思うんだけどね、その俺よく言うけど、音楽の授業で成績1だったんですよ、うん、ね、うん、で、英語も、うん、テストで4点を取ることなんですよ、4点。おー、で、それ何？高校、中学の時？英語4点取ったのは高校だね。マシも高校で4点取ったことあるんで、4点なんかもあるね。あ、じゃあこっちの、こっちの人ですね。そうそう、大人になってからそっちになっちゃったんだけど。なるほどね。そうそうそう。で、俺は、まあ、でも基本的にずっと勉強はダメだったんで、うんうん、ずっとダメだった、うんうん、だけど、結局高校卒業して、あの、イギリスも行くことになるし、あ、そうだよね。そして何よりも今音楽で仕事をするという道を選んでいる、うんうん、ね、なんつうのかな、もっと早く気づかせてほしかった。あの、その勉強することの楽しさ、そう何かを追求することの楽しさ、ね、ってこと。なんかさ、順序立てていくじゃん、勉強って。あ、まずは足し算から、はいはいはい、みたいな、あ、まずは足し算から始まったりとか、うん、まずは簡単な漢字から始まったりとかするじゃん、うんうん、あれさ、別に良くない？難しくから始まっても。あー、なるほど。いや、多分さ、うん、あれじゃない、なんか難しいものを簡単に説明することが難しいから、うん、先生サイドの理由なんじゃない。いや、俺はね、思うんだけど、今多分今この話ってすごく大きい組織と戦ってるんだけど大きい組織は相手にすると思うんだけど、見えない組織、そうそう、見えない大きい組織と戦ってるんだけどあのね、あれなんですよ。例えば、俺すごく趣味で、あの、物理が好きなの。
量子力学っていう、要は素粒子を使った実験。前なんかあのランチペーパーみたいなのに書いて説明してくれたんで。あ、そう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 。あの要は光光っていうのも物質っていうか、要はね、いや人間が観測できる一番ちっちゃい物質を素粒子って言うんだけど、うん、その素粒子っていうのはあの分子の中にある、うん、原子核の、うん、原子核の周りを飛んでるプラスとマイナスの電子が一番人間が見える、一番ちっちゃい物質なんだけど、うん、それを使って、いろんなね実験をしていく、要は人間が考えられないぐらい摩訶不思議なあの現象が起こりますよっていうのが量子力学なんだけど、その量子力学ね、俺全然誰にも教わったことないんだけど、一人であのウィキペディアとかその量子力学の本とか読んで、うわめっちゃ面白いと思って勉強したいなっていうふうに気持ちで思ったわけですよ。でもこれをさ最初に言ってほしくない？こんな面白いことがあるんですよっていう。でも分かんなくていいのよ、うんうん、分かんなくていいから、とりあえずこんな面白いことがあるんですよ。でさ、なんか例えば数学もそうじゃん、フェルマーの最終定理とかさ、はい、そういうのいろんなあんじゃん。でああいうのとかをこうバンって出された時にさ、何それみたいになった時に、うん、分かんないけどロマンを感じるよね。あロマンを感じるよね。なので、それをね逆算していくというか、ああそれやるにはまず足し算が必要だよって言われた方が、なんか俺的にはいやでもじゃあそれが必要、やる必要だから足し算が必要ですよって言われても、うん、ドリルや絶対やってないでしょ。いや、やっていた。やってたよ。いやいやいや、絶対やってた。いや、なんか例えばそのな航空力学とかさ、なんつうの、だってその辺は分からんけど、でだってよく考えてよ、あんな重いさ鉄の塊は飛ぶんだよ。あ、そうだね、すごくね。で、それはさ、空気の力とかさ、うん、あのスピードとかさ、いろんなものがあるけどさ、でもこれを例えばさ、ね、作るにはとかさ、なんか要はさ、うん、もうなんか頑張って、よくわかんないけど、とりあえず頑張って算数とか数学とか、うん、わーってやってさ、うん、もうなんかわかんないけど、すげえ数学できる人がさ、結果なんかさ、そういうものをさ、作る人になるじゃん。だけど、なんかもうちょっとさ、ロマンを持たせてほしい、これは。そのなんか、でもなんか、先生によって、うん、なんか好きな科目、嫌いな科目ってあったよね。ある。なんか嫌いだったんだけど、先生が2年生になってすごい面白い先生で、引き込まれる授業をして、うん、すごい数学の授業の成績上がったみたいなこともめっちゃあった。先生によるのはすごい分かる、うん、だから俺英語大嫌いだったの、うんうん、英語大嫌いだったんだけど、あ、そう、なんで留学しようと思ったの？あ、まあ、それはもう本当に親のおかげというか、親がその俺がね、うん、大学行きますって言ったの、うん、そしたら何やってる大学でって言われて、うん、はっなっちゃったから特にないですね、特にないですって。そうそう、全然なかったから。そしたらその大学なんて行かずに、その、世界を見てきなさいみたいな感じで、不思議だね。そう、普通だったらさ、うん、いや世界を見たいんだって言ったら、何言ってんだ大学行きなさいって言うのは逆じゃん。あ、逆だった、逆じゃん、逆だから、ね、俺の場合は世界を見に行ってきなさいって言われて、うん、あの世界を見に行ってきたら今こうなってる。こうなってるんだけど、こうなりたい人は世界を見てきてください。でもちょちょ、英語とかさ、俺本当に嫌いだったの、中学になって英語って始まっちゃう。今小学校から始まってるのかな、始まる、うん、始まってる、ね、中学から英語が始まったんだけど、もうその時点で俺はもう大嫌いだったの。誰ミカってみたいな感じだったの。ミカはええやん、ミカは日本人の可能性いやある。そうだよ、ミカだったでしょ、リサも出てきたでしょ、ケンも出てきたでしょ。俺なんだあいつらは、ほんとになんで賞は出てこないんだっけ。いいじゃん、まあ、それはいいやん。で、うん、そういう疑問から始まりさ、もう分かんないわけよ。そのなんか S とか V とかさ言われてもさ、 S とか V あった主語とか動詞とかさ、 あるじゃん、そういうなんかさ、もう全然分かんないし、全然面白くないの、うん、でもさ、生きないからね、あれ。でもさ、よくさ、うん、先生次第って言うじゃん、うん、もしね、その先生がですよ、その英語を始めた生徒にね、うん、いいか、みんながもうちょっと大人になったらきっとこの英文に出会うだろうと、うん、This video has been deleted それはさもう deleted 男じゃない、そう、主に男の子じゃない。 This video has been deleted、 この文がですね、いかにこう男を残念な気持ちにさせるかっていうこれ分かるから、まあ、多分、いやもうほら、もう分からんよ、ほとんどの男性リスナーは今それってなってると思うんだけど、いやいや、出会ったとしてだよ、うん、まあこのビデオは削除されましたって意味なんだけどそのビデオは何かはもうご想像されますけど、うん、もう可愛いアニメのやつです、ね、うん、俺が想像してるのね、俺が想像してるのね、うん、でそういうのとかもさ
あのさ、みんな一回見てるだろ、ハズビンディレイテッドって見てるだろみたいな。これはもう、あのハズとビーンがあるから、これはもう消されたという過去の完了だなってことで言われたら、もう俺の中で、うん、そうなんだっつって、なる、ね、勉強しようってなる。それはさ、大人になってから見てでしょ。大人になってから見て勉強しとけばよかったなと思ってる。で、思っちゃったら遅いじゃん。だからもっと先にもっとね、始めた頃に、うん、ね、これは君たちの長いこの英語社会、これからね、どんどん英語社会になっていく上での、これは大きな伏線だと。なるほどね。いつかこの英文に君たちは出会うだろうと、うんうん、ね、その日を楽しみに待ってるのと。出会ったみたいな。出会ったっつって、先生あの時あれ見てたんだみたいな。同じ。あ、やばいやばい、面白いここだけ。さあ、ということでですね、そんな曲にしないで、じゃあ一曲をお届けしたいと思います、はい、ザ・トートで僕の明日君の明日、オレンジジュースとネタヤ。
さあ、ということでここからはゲストのコーナーに行きたいと思います。はい、早速紹介したいと思います。今日はですね、レトロ理論というバンドの、ギターボーカル鈴音くん来てくれました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ようこそ。お願いします。ようこそ。さあ、ということで、はい、今日はレトロ理論、はい、鈴音くん、はい、実はちょっと、バンドなんだよね。バンドです。はい、じゃあちょっとバンド紹介をしてもらってもいいですか。はい、バンド紹介、レトロ理論っていうバンドで、活動させていただいております。本当6月、今年の6月から結成して、バンドをやり始めて、この間、先週初ライブ。初ライブ。先週やっとライブハウスで1回目のライブをできたっていう感じで、まだできたてほやほやなんですけど。ありがとうございます。メンバーちょっと紹介しましょうか、せっかくだから。はい、僕が、歌とアコースティックギターで、あとはドラム永山大輝と、ベースが飯沼和明、キーボードがミリーっていう、4人で、やっております。なるほど。今日は女性一人で。そうなんですよね。女性似てる感じ。確かに。キーボード女の子でしょ。はい、同じですね。同じじゃない、構成が。確かにね。ライバルはちょっと早めに潰しとかないと。目がマジだったけど。洗礼が。あれ、早速なんですけど、お便りが届いております。はい、ありがとうございます。ラジオネームちぐさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。鈴音くん出演おめでとうございます。おめでとうございます。バンドとしての活動がたくさん増えてきて嬉しく思います。今日知ったのでメールを送ることしかできませんが楽しんでください。番組の皆様方、おそらく緊張しまくりの鈴音くん、よろしくお願いします。なんかすごい心配されてます。保護者みたいな。これ大丈夫。お母さん。お母さんお母さんではない。お母さんではない。お母さん、まあまあ、まあね、そういういつも見に来てくださる方です。優しくられるタイプなのかな。ね、で、うん、実はその、まあ、レトロ理論っていう、はい、バンド名、はい、ではまあ初めてなんだけど、実は付き合いが長いんよね。そうですね。そうだね。あれは何年前だい。な、だってまだ、ね、高校2年生の時ですね。だって今が36。あれ、いつの間に平均年齢上げてきたね。ここの。今ザワッとしました、ね。あれ7年前ぐらいですかね。7年前。7年前。7、8年だと思います。すごいな。はい。その時あの島村楽器のなんか店舗ライブで、そうですね。お店のスタジオでライブをする企画で、トートがね。そうです。そうです。なんかゲストゲストです。ゲスト。ね、その時我々なんかあれですか、もしかしてなんかエスニックな格好しました。してました。ああ、随分ですね。つけて、なんかつけて。それは随分だな。はい、それ随分ですね。ズボンの色とか。ね、ビッキーのサングラスじゃない。ああ、サングラスじゃない時ですね。あの時代ね。そっかそっか。え、すごいな。そうなんだよね。で、そっから知り合って、最初はさ、女の子と二人で。そうですね。ギターアコギだけやってたと思います。歌ってなかったんで。女の子もう一人ボーカルでいて、そうですね、やってたんだよね。はい、でそっからなんかソロっぽくなってきて、シンガーソングライターを始めて、うん、でもう6月にバンドになったみたいな感じで、はい、結構ずっと一人でやってたんですけど、俺ね、なんだろうな、記憶にあるんだけど、ツイッターかな、なんその実際初めて会う前に名前はどっかで見てたの。なんかツイッターやってツイッターはやってたかもしれないですね。うん、なんか同じ名前でやってた。記憶がもう多分ね、鈴音でやってたの。やってた。これ鈴音をどう何量能量の量能量の量に音と書いて鈴音、はいはい、でなんかね、俺女の子だと思ってたの。あ、よく言われます。よく言われるよね。よく言われます。がっかりされます。鈴音ちゃんって感じ。がっかりしたの俺。鈴音ちゃんが来ると思ったら、まぶたくんが来たから。当時ね、当時ね、当時そうですね。鈴音ちゃんやって。俺の鈴音返、俺の鈴音返してよって思って伸びた半径で、ね、全然違う。ただそのギャップのせいか忘れることはない。もうスズメに騙されることはない。本当にそれはすごい衝撃的だったね。面白い。ね、言い聞かせた。
ね、でもなんかあの噂によるとなんかオーディション、島村楽器のオーディションで、あーなんかそうですね、もう本当それこそトートさんとかをそのホットラインで見て、で自分も出たいなみたいなので、その数年後ぐらいに多分出て、嬉しいなそれ。結果は2回出たんですけど、1回目オーディエンス賞いただいて、でまた翌年リベンジして、一応千葉ファイナルの準グランプリをいただいたんですけど、ちょっとなんか台風でなかったんですよね、その千葉ファイナルのライブ自体は。なので、なかったんだけどもらったの。なかったんだけど、なぜか準優勝でした。まあ今動画のね、動画で判断。そうですね、店舗の、なんか店舗予選動画で判断してってことだったと思うんですけど。その判断したことで誰かがこう審査をしたんだよね。みたいですね、と多分おそらく来るはずだった審査員の方と、その島村楽器の方々が選んだとは思うんですけど。大丈夫、スズメっていう名前で女の子のバイアスかかってたその逆に可愛い名前いるね。逆にスズメちゃん見たいねっつって。そうそうそう、東京さんの妖精がすいません、怖いです。言い過ぎました。ちゃんと実力でね。さあ、じゃあということで、じゃバンドのね、まあ、はい、ソロ時代もありながら、はい、まあ、バンドに、なっていって6月から始まって、はい、ね、このバンドかあの結成のきっかけというか、なんか地元友達とか、いや大学が全員同じで、全員同い年なんですけど、音大に行ってて。音大なんだ。はい、なるほどね。僕はレコーディングの勉強してたんですけど、うん、各々違うコースにいて、はいはい、ミリちゃんはこの子は、この子はって言ったらあれですけど、ミリは僕と同じ科の中のちょっとなんか違う作曲みたいなところにいて、うん、オーケストラとかを作曲したりしてたんですね。飯沼くんは？飯沼くんはこうベース持ってるんですけど、音大だと実はピアノ科で、クラシックピアノ。みんな違うじゃん。え、じゃあクラシックピアノをやってた。長山くんは？長山くんはもう本当ジャズ科で、うん、もう本当にドラムでジャズをやってたって感じですね。スズメくんはだってレコーディング科なのにボーカル来たり。確かそうですね。よくわかんない。でもなんかそういう傾向があってさ、うちのドラムの皆川光もね、うん、あいつドラムなんだけど、専門学校、音楽の専門学校行ってて、はい、作曲コースなの。そうなん、そう、よくわかんないね。翔、うん、さんなんかやって学生時代音楽2位だったから。そうそう、あ、ごめん、1位。あ、1位か、ごめん、1位で、もうちょっと。1位ですから。もうちょっと、ごめん。1位ですから、そう。全然ね、ダメだったんだ。そうなんだ。じゃあもう、ってことはさ、音大生の集まりだから、スペック高いのよ。ね、ちょっと気になるよね。いやもう僕以外は本当にみんなすごいですね。僕はもう本当レコーディングをやってたんで、全然音楽的なことはあんま大学では学ばなかったというか、機械ばっかりしてたんですけど、他の3人は結構いろんなとこでいろんな活躍をしてて、なんでこの4人で組んだのかちょっとよくわかんないんですけど、気づいたらゼミが一緒だったんですけど、みんな気がついたらちょっと4人でやろうみたいな話になっていて、本当卒業1ヶ月前ぐらい、はいはい、もう1、2ヶ月前ぐらいに組んで、でもうトントントンって決まった感じですね。なるほど。ちなみにこのなんかレトロ理論っていうのはどういう意味があるんですか？レトロな理論なの？いや、意味なくて、バンド名決めるってなった時に誰も何も意見を出さなくて、うん、僕は語呂の良さみたいなのでちょっとふざけてこれどうみたいに言ったら、それでいいかみたいになって、ちょっとなんかいい感じの意味を作っちゃったんだ。後付けしたいですね、せっかくなんで、うん、でもなんかメンバーは途中決まった後になんかごね出して変えたいみたいなことを言い出して、うん、でももう発表した後に言い出したので、うん、いやもう俺らはこれだっていう。じゃあ全員一致で納得してないって。まだ間に合う、まだ間に合う。うっそー。なんじゃってなんじゃってみたいな。2回目で実は TM レボリューションは全然大丈夫。今はでも多分大丈夫だと思います、うん、ね、だいぶ経ったんで。へー、怖いですけどね、それあったら、ね、レトロと理論が、はい、レトロと理論に漢字ないよね、並べられると。そうですね、最初漢字とかにしようかみたいな話してたんですけど、理論の方を、へー、もうなんか相対性理論
ってバンドさんがいたりするので、せっかくだしなんか可愛い感じだしみたいな、こういう言葉みたいな、そうですね、なんか造語みたいな感じでリズムだけ、うん、ね、でも結構いろんな人に間違われますね。発表した時、レトリロリンですかとか、レトリロリン、やだやだ、ちょっと違う、レトリロリン嫌いじゃない、レロレロしちゃってない、なんか、レトリロリン嫌いじゃないな。そういうのもあったりしたんですけど、うん、まあなんかあんま他にないので、検索したら多分おそらく僕らだけしかヒットしないのかなっていうのもあって、それにしようみたいな感じです。レトリロリン。なるほどね。え、そのなんか、バンドの各メンバーのパワーバランスというか、はい、こいつはこういうやつでこいつには頭が上がらないみたいな。あ、いや結構特にはみんな結構同じバランスなんですけど、うん、結構僕は結構そのメンバー3人に、うん、ファッションとか見た目に気を使えてめっちゃ怒られますね。ボーカルなんだからもっとちゃんと自分のキャラを立たせていけみたいなのをめちゃくちゃ練習のたびになぜか言われて、ディスられて、これでもパーマかけて茶髪にしたりとか、メガネをちょっと変えてみたりとか知ったんですけど、なんかマイナーチェンジすぎたみたいで、あまりこう納得いかないなんか付き合ってよって感じね。そうですね、いやもう買ってきてくれたら着るからみたいなぐらいのモチベーションなんですけど。なるほどね。と怒られますね、よく。そうなんだ。え、誰に怒られるの？いや、結構ベースとドラムはファッションがすごい好きで。でもなんか音大生っておしゃれなイメージあるわ。なんかもう本当、いや僕どうなんですかね、僕からしたらなんか気取ってるなって思うんですけどね。あれもう解散の危機で、後で怒られる。あと解散の危機じゃないか。いやでもね、そのね、ファッションの悩みっていうのすごくわかるね。うん、ファッションってやっぱりすごく、だからあのうちでいう皆川ひかる、そのうちでいう皆川ひかるに関してはもうね、みんながお前それなんだ、そのなんだそれはっていうの、10年前のカーディガン着てるから、そうもうね、7、8年前、10年前、10年前もう10年前のカーディガンいまだに着てるんですよ。そんなことありますか。私がザ・トートに出会った時に着てたカーディガンが今でも着てる。あれまだ、最近あれまだ、じゃあ最近、もうないもうない、じゃあ指摘したんだ、多分指摘したの、相当俺たちが強く言ってた。結構マジトーンで、お前いつまでさ、いつまでやってんだっつって。最近でもね、ちょっと意識変えてね、もうちょっとおしゃれなこうポッケついちゃってるシャツとかね。あい、でもあいつがそのね、うちの皆川ひかるが新しい服を買うとすぐ分かる。ざわざわつく、ざわつく。あ、今日新しいやつだよ。で最初に触れない。ああ。一回誰かにね、ひかるそれ。変えてる。確認してから本人に言う。そうそう、あれ新しいやつです。なんか自分が言われてるみたい。だから常にちょっと新しいものを取り入れるってやった方が、ね、あの急にね新しいの着だすとすげえこそこそ言われるから。気をつけた方がいいよ本当に。それはそれでひどいですけどね、変えろって言われて変えたのに。でも最近調子いいからね。そうそうそう。スズメ今日購入ですって言われるから。じゃあ後でちょっと終わったら。コツを聞きに行きます。いやいや、あの人聞いてない、あの人聞いてない、一番聞いてない、一番聞いてないですよ。いやなるほどね。え、じゃあちなみに、はい、作詞作曲は全部、全部一応僕ですね、僕が曲を書いて持って行って、うん、でメンバーがそこにアレンジというか一緒セッションみたいな感じで、いやなんかすごいレベル高そう。いやもうでも全然1日かけてもできない時もありますし、うん、なるほどね。それこそそうですね、僕が書いてこないと曲が増えないので、それも早く曲書けって言われますね。でこのさ、なんかさ、あの紹介文がさ、シンガーソングライターであるスズ スズネを中心とした、多種多様な音楽性を持ったメンバーたちによる、よって結成されたポップバンド、はい、これさ、あれじゃないの、全員音大生みたいな方がよくない？確かに。ちょうど先輩に全員音大生マカロニ鉛筆ってバンドがいて、うん、それマカロニ鉛筆って、あのマカロニ鉛筆？そうです、うん、僕らの先輩なんですよ、時期の同じ大学出身で、全員同じ大学メンバーで、なんかじゃあもうペンネペンとかしてマカロニ鉛筆逆みたいな、うん、ボールペン、マカロニ、ペンネボールペン、ペンネボールペンとか、それね、グラタンシャーペンみたいな、グラタンシャーペンね。いやでもまあやっぱメンバーとやっぱ
先輩でそう出しちゃってるからちょっと自分たちのそういうのもちょっと考えようかみたいな。今ちょっとそれで保留なんですよ。今ちょっと一生懸命自分たちの文章を考えてて、先輩としてはもうちょっとこう音大生を、ね、でもいいんだよ。そうですね、そうそう、嬉しいね。スペック高いところもどん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 押し出したもんね。もう、うん、メンバーは。なるほどなるほど。じゃあちょっとズバリですね、まだ結成したばかりではあるけど、はい、逆に結成したばかりだからこそ、はい、レトロ理論の夢というものをじゃあちょっと聞いてみましょう、はい、僕が代表して言っていいのかわからないですけど、はい、一応こうみんなで飯を食えるようになろうっていうので、今一生懸命頑張ってます。近々の目標としてはフェスに、ちょっと今フェスとかできなくなってきちゃいましたけど、ちょっと大きいフェスにまずは出たいねっていう話をしているので、近々な夢はそれですね。フェスに出たい、フェスバンドになりたいと。はい、なるほど。じゃあちょっとそこに向かって、はい、頑張ってください。頑張ります。はい、じゃあそれじゃあ1曲レトロ理論から、はい、お届けしましょう。じゃあ曲紹介を、あちらのカメラに向かってお願いします。はい、ファーストシングルでスロータイムラバーという曲を聴いてください。先に君が選ぶ答えが知りたかった。あと少し、あと少しだけ埋まらない夜に Falling down Growing, growing, growing now これだけは譲れないと Day after day, day by day あっという間。君の言葉の意味を僕はわからないまま、都合いいまま膨らますメイチ、回る針はレイチ3 and 2 and 1 Stop, stop, stop これ以上 I can't run away 今すぐ連れ出して、ほら連れ出して Run, 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 run away Stop, stop, stop これ以上 I can't run away 今すぐ連れ出して、ほら連れ出して Run, 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 run away夜の街に消えていく光を追っては Lost in time 当たり構わず走り抜けていく僕は一人焦る気持ち Slowing, slowing, slowing down 呼吸の仕方さえも忘れてゆく君のことも hey, hey. Stop, stop, stop これ以上 I cannot run away今すぐ連れ出して、ほら連れ出して、 Run, 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 run away Stop, stop, stop これ以上 I cannot run away 今すぐ連れ出して、ほら連れ出して、 Run, 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 run away 気楽に自由に時は刻々と刻むチクタク気楽に自由に時は刻々と刻むチクタク君の香りだけを頼りにいつも通りに窓を開いて見える景色に落ちる朝日に3 and 2 and 1 Stop, stop, stop これ以上 I cannot run away今すぐ連れ出して、ほら連れ出して、 Run, 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 run away Stop, stop, stop これ以上 I cannot run away 今すぐ連れ出して、ほら連れ出して、 Run, 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 run away Stop, stop, stop da, la, 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 yeah. Stop, stop, stop na, 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 yeahOh yeah.
ここからは、ビッキーとヒカルのですね、対決コーナーに行きたいと思います。はい、第1回、ビッキーとヒカルのチキチキ、風船リベンジ、大決戦あれおやおや。さあ、まずはちょっと、はい、ですね、呼び込みましょうか。これ、青コーナーからだっけ、はい、青コーナー、皆川ヒカル選手の入場です。これはね、これはね、あの、俺がプレゼントしたやつ。思い出の品だ。思い出のよ。シャツ。はい。はい、それでは、赤コーナー行きましょう。赤コーナー、ビッキー先生の入場です。千葉県からやってきました、ビッキーです。本日は、皆様、お疲れ様です。何じゃそれ。ということで、今回のですね、対決はなんとですね、はい、前回ちょっと不発に終わった、はい、もう本当にもう文字通り不発に終わった、風船早く割った方が勝ち対決ですね、はい、でこの対決はですね、ゲストの、すずめくんにどっちが勝つかを言う、当ててもらって、かけてもらって、で見事正解すると、商品がプレゼントで、外れると、来てくれたお客さんにプレゼントという、そういう形になってます。で本日の、はい、なんですけども、はい、清水農園で、はい、あのまあ、スポンサーの、ね、清水農園取れたての、はい、取れたてのお菓子の詰め合わせでございます。うわー、まさかの展開。まあ、ちょっとね、ちょっとあの時期的にね、作物がちょっとないということで、はい、ちょっと今日はね、急遽ちょっと化合物いろいろ欲しい化合物欲しい、まあ、これはこれでね、美味しいのでね、うん、今日フライドポテトとか美味しいんで、ぜひ皆さんね、はい、多分裏 の、ね、会場の皆さんね、裏にいろいろ書いてあるじゃないですか、成分とか、うん、コーンって書いてある。そうそうそう、それは多分、うん、斜めにこう読むと清水農園ってなる。あー、ほんとだ、なってるわ、ね、うん、あー、清水の、あー、なってるわ、はい、なってました、はい、ってます。ということで、お菓子、いいよ。はい、ということで、今回ですね、風船早く割った、息だけで割った方が勝ちっていう。なるほど。で、前回ね、そう、前回割れなかった2人が、あの肺活量が肺活量がなさすぎて、でも風船のせいかなと思って私がやってみたんですけど、一瞬で割れたんですところで、どっちが勝つかを予想してください。難しい。とりあえず前回割れなかったので、僕それを機にすぐランニングジョギングしてアピールタイム、この1ヶ月ずっと僕ロングブレスをやってます。なるほど。でもね、そ関係あるかどうかは全く分かんないからね。さあ、どっちですか。難しいなぁ。ちなみに前回はもう全然膨らまなくて挫折してます、うん、なかったら途中から圧に負けてスッちっちゃくなってたからね、うん、じゃあそのロングブレスに期待して、ビッキーさん、ビッキーが勝ったらすずめくんにお菓子、ヒカルさんが勝ったら、お菓子ということで、それでは早速いきたいと思います。僕怖いんでそっちに見えますけど、僕そっち行きますけど、気にしないでください。結構ね、ダメージ食らえますからね、はい。じゃあ風船早割り対決、お前5、4、3、2、1、スタート。怖い。さあ、全然膨らんでないよ、ミッキーさん。あ、でもどうだ、前回より全然ミッキー、あ、ミッキーさん、ミッキーさん、全然膨らんだ。怖いよ。ヒカルさん、ヒカルさんが優勢か。怖いよ。前回も同じ光景が見て、これ再生リプレイ前回の再放送か、前回の再放送か、これは全然膨らんでないじゃん。全然膨らんでないぞ。全然膨らないよ。やばい。ちょっと押さないでください、時間。早く待ってください。おやべえ、ビッキーが根性を見せて、さあ、1ヶ月のロングブレス生活で培った肺活量で、これだってちょっとちっちゃくなってる気がするんだ。待って、これ早く割れよ。だからもうあと15秒で割れなかったら、結んで体で割ってください。さあ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ちょっと待って、マジで割れないよ、マジでダメだ、1、はい、ビッキー選手、はい、ピピーってことでですね、はい、まあ、どうなってました。不発ですね、これも。何この対決。何だろう。何だろう。いや、君たちマジで何なの、本当に。え、次ちょっと調査やってみてよ。この間よりも膨らまわった。いや、怖いよ、だって。あ、そっか、来月も耳を慣れたら塞いでくれたらいいよ、全然。じゃあ一回やってみる、一回やってみる。ちゃん調査だったら多分2秒なの、
なんでこれしかないんだよ。これしかないんだよ。ちょっと待って、ちょっと待って、このね、これしかないんだよ。この中でですよ。これしかないんだ。この中で、この中で人しかないんだよ。膨らました風船を聞いてくれよ。絶対嫌だ。絶対嫌だし。じゃあ次回買ってくる。次回。俺その風船をまた取れると思わなかった。15年以上連れ添った。まずこれしかないんだよね。最初はね、うん、一言目これしかないんだよっていうのを言わずに。はいこれ。どんなに仲良くてもね、今放送されてますんで。ちょっとそれはこれの意味がなくなってこれの意味がなくなってしますので、会場の人がマスクしてる意味ね、濃厚接触にもうドバすぎますよ。本当にどんだよ本当にもう。さあということでですね、今週は割ったということで、今回はビッキー選手の、はい、勝利ということで、はい、おめでとうございます。はい、じゃあどうぞお菓子の詰め合わせ、一緒で清水農園って書いてますね。はい、ね、本当ですね。こうさあということで、じゃあちょっと一旦お二人ですね、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、ということで、時間もね、結構いい感じに、あ、でもオンタイムを取り戻したのかな。ね、オンタイムを取り戻しましたね。はい、それでは、次のコーナーに行ってまいりたいと思います。とどろきあおれの青春ソング、イエーイ。ということで今回ですね、すずめくんにはですね、青春の、僕の青春の曲ということで1曲選んでいただいて、そのエピソードとともに1曲歌っていただくということで、はいはいはい、じゃあ俺ちょっとセッティングしてあげるから、あのエピソードと裏で風船の話を落とすんだよ。うるさいな。そうですね、はい、本当楽器、ギターを始めるきっかけが中学校3年生ぐらいだったんですけど、うん、ラッドインプスさんの、うん、楽曲を結構中学校の時聴いてて、それでバンドをやりたいって思って、うーん、ギターを買ってきて挫折して、1年やらずに高校に入って軽音楽部に入ってリベンジ、うん、でなぜかアコースティックギターを買って一人でシンガーソングライターをやる、7年8年やるってことになったんですけど、そのなんかアコースティックギターも使ってる楽曲で、携帯電話って曲があるんですけど、すごい歌詞を当時聞いた時になんか結構ジーンってきて、なんかカッコつけて夜の下校とか一人で聴いてた覚えがあります。あ、PV 想像してね。やるやるやる、主人公になりきって、うん、やる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 サビでパン飛び上げる、俺も TM レボリューションです。扇風機でやってたから。風浴びてたから俺も。じゃあ早速、じゃあちょっと歌っていただきましょうか。はい、はい、お願いします。貴様お願いします。はい、はい、何今の何あとはもう再生ボタンを押せば、あの再生ボタンを押せばもう流れるようにやってるので、はい、はい、スナックカラオケ、はい、緊張してますね。すごいね、この絵面もなんか照明もなんか、ね、ちょっといい感じ。ライブオンエアとその格好がすごくいいですね。ちゃんと今日聞いてきたんですけどね、緊張して忘れたりしないか、あれですけど。じゃあ、ラットインプスさんの携帯電話って曲を歌いたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。はい。はぁ、緊張する。ポッケに入れて歩くけど、待てど暮らせどあの人からの連絡はなくて、まるで寂しさをポッケに入れて歩いているような、そんなこんな僕です。いっそ携帯なんて捨ててしまおうかと思うけど、電話帳にいくつもの名前が入っていて、まるで友達を携帯しながら生きているような、そんな変な僕です。もう訳がわかんなくなっちゃって、一人ぼっちになりたくなって、電源を切って僕にお休み。こんなものがなければ今日も僕は一人だと思い知らされることもなく生きてきたんだろう。だけどこれがあるから今日もどこかの誰かのポッケの中に僕の居場所が
あるんだろう。不意に携帯電話を見忘れしがてら見ていると、あの喧嘩もあの約束も残っていて、まるで僕の歴史を携帯しながら生きているような、そんなこんな僕です。さらに電話帳の名前をぼんやりと眺めていると、どうにもこうにも思い出せない人がいて、まるで僕よりも僕のことを分かっているような、そんな変な箱です。もう何も分かんなくなっちゃって、僕を僕のもんにしたくなって、電源を切って僕におかえり。こんなものがなければ今日も君がいないこと、思い知らされることもなく生きていけたんだろう。こんなものがあるから忘れていいようなことも、何一つなくせずにいつまでもずっと残っている。だけどだから今日もポッケに入れて僕は歩いてく。その中で今日も僕は生きてる。その中で今日も僕は探してる。こんなものがなければ今日も君はいないこと、君と確かにいたこと、すぐ隣にいたこと、そんなことの全てを、僕と君の全てを、なくせそうにもないこと、忘れられそうにもないこと、だけどこれがあるから、こんなものがあるから、今日もどこかにいる君のほんの少しだとしても、その中のどっかに僕の居場所があるんだろう。ありがとうございます。いい声、ね、いいね、いい声。さっきの音源の時もそうだったけど、ありがとうございます。素敵な声してある。いいじゃないですか。なんかちょっと歌ってる時にさ、ここの、あの北千住にこう電車がさーって通ってたら後ろに、あ、本当ですか。このアイミョン、アイミョンみたいな北千住そう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 ということでですね、まだちょっと1曲ぐらいいけるので、せっかくなんでね、今日勝利した、うん、あの対決に勝利したあのビッキー選手に1曲歌っていただこうかなと思うんですけども、はい、ビッキー選手どうですか。いきますねあ、じゃあ、あの、ちょっとエピソード、え、あの、やっておいていくかな。え、エピソード、エピソードは、僕がギターを始めたのが中学生ぐらいです。その時にこれ、いつ、そう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 です、はい、時に、なんか好きで聴いてましたね。なんか桜、じゃないや、福山雅治の It's Only Love ですね。あらじゃあ、聴いてください。風
ロングルでプレスがやってるのに風船は膨らまなかった。止まらない震える心、君を探して僕は一人、今は一人、愛だけは忘れたはず、先にのこと忘れたいよ、愛だけは忘れたはずさ、ちゃんと風船割んねえからフルコーラスにしてやった。罰ゲームみたいな。ビキさんありがとうございました。さあということで、すごい作業腐ってくる。すごい作業腐ってくるんだ。さあということで、はい、じゃあここからはですね、告知の時間に行きましょうか。はい、はいはい、どうぞ告知お願いします。はい、ですね、今日、この後多分ツイッターで、告知されると思うんですけれども、10月の4日の日にですね、バンドで2回目のライブがあります。おお、どこですか。恵比寿天窓スイッチさんっていうライブハウスで、うん、スリーマンライブですね、うん、僕らレトロ理論と、あのあたりさんっていうバンドさんと小球名さんっていうバンドさん3組で、スリーマンライブやらせていただくことになっておりますので、ツイッターとか、フォローしていただければ、幸いです。はい、はい、あと1個、10月の1日に、セカンドシングルのライフという曲が各種サブスクで配信されますので、さっき聴いていただいたのがファーストシングルなんですけども、やっと2曲目出せますので、はい、聴いていただけたらなと思います。はい、なんか思い出すね。ファーストシングル覚えてる？ファーストシングル、うん、僕らのファーストシングル覚えてる？いや、覚えてますよ。せーの、エブリデイ。それ忘れちゃったらもう終わりで、終わりですね。僕らにもあったなと思ってね。ね、エブリデイいいですよね。そう、バンド始めてね、どんどんいろいろ始まっていく感じがね、うんうん、僕らはちょっと先で待ってるよ。頑張ります。頑張ります。ちょっとうざいのね。いるよね、こういううざい人。じゃあちょっと僕らの、はい、とうとうの宣伝いきますね、はい、ですね、近々、ラジオの配信がございます。FM 横浜、聞ける方いろいろいるかと思いますが、9月の29日の深夜26時から30分、今度ですね、11月の3日にスリーマンライブを新横浜リッドでやるんですけども、はい、そこの、3組の各ボーカルがですね、明日からと中村パーキングのザートートのボーカルがですね、3人喋、ってる、そういう配信、放送がありますので、はい、あと9月30日も同じ時間に、26時から、放送されますので、ぜひぜひチェックしてみてください。そして10月の10日、ザ・トートの日ということで、はい、10月の10日の朝10時10分からですね、ファンクラブ限定なんですけれども、配信がございます、はい、でファンクラブも、簡単に入れますので、はい、ホームページのお問い合わせからファンクラブ入りたいですというふうに、やっていただくとね、まあ、もう年会費がもう1回のライブ分ぐらい あの価格なので、ぜひぜひ、入っていただければと思います。でそしてライブは先ほども言いましたが、11月の、3日に、新岡マリットというライブハウスでスリーマンライブがあります。そして、はい、てんこ盛りなんですけども、12月の12日に、はい、ワンマンライブも、決定をしております。よろしくお願いします。こちらも新横浜リットでやりますので、ぜひぜひ、チケットも販売中です。よろしくお願いします。はい、そして、はい、実はですね、これまだホームページとか全然更新してなくて、うん、はい、タイトルもまだ決まってないんですけど、11月13日金曜日に菊池翔バースデースリーマンライブやります。ほら、おめでとうございます。あれじゃん、前夜祭だ。すごい、前夜祭、前夜祭でちょっと
さっき言ったあのスリーマンライブやるんだけど、はい、三角柱っていうスリーマンライブ、ザトーと中村パーキング明日からのボーカルがソロでスリーマンをやるっていう。へぇ、はい、面白いね、それはね。そのあのミニ角柱って俺は呼んでんだけどミニ角柱をあのちょっとやろうかなと思って。柱なのかちっちゃいのか確かに柱なのか小なのか確かに、それが、11月の、13日、金曜日、ジェイソンの日に演技の演技の非常に演技のいい日にみんなチェーンを持ってチェーンを持ってね、ご来場いただいた方にはあの今あのマスクで飛沫を飛ばせないんじゃないですか。そうですね、あの感染とか上げられなくてみんなチェーンソー持ってたってワオワオって言ってお前上がってるよお前らっていうライブになってますので、よろしくお願いします。はい、買わなきゃですね、チェーンソーね。ぜひですね、あのお近くのホームセンターでね、はい、ご購入ください。よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、じゃあもう一度メンバーに出てきていただいて、はい、次回はですね10月の28日、19時30分から、行います。でゲストはですねまだ、未定でございます。はい、で分かり次第、決まり次第、SNS で発表していきたいと思います。はい、で番組観覧も、できます。番組観覧はですね、今5人ですね、 5名様、限定という感じで、やってますので、ぜひ番組にも遊びに来てください。よろしくお願いします。19時15分オープン、入場料1000円ですね。よろしくお願いします。さあということで、どうでした今日出てみて。いやもう初ラジオだったんですけど、はい、めちゃくちゃ緊張してました。ちなみに This video is has been deleted あの見たことありますか。ありますね君は毎日です。毎日気になるなということで、何が見つかったか、今日はありがとうございました。次回は10月28日にお会いしましょう。ザードのギターボーカル菊池翔と、コーラスキーボードさきちゃんと、ベースマンベッキーと、ドラムコーラス皆川ひかると、そしてレトロ理論からすずめくんが来てくれました。ありがとうございました。また遊びに来てね。